てカップなんだよ。ああ、これだからエンタメ業界はクソなんだよ。出世したきゃ体を上司に差し出すしかねえんだ。やるじゃん、ネミ。できる子じゃないか。嘘。プロデューサーさんはさせられているだけに違いありません。あのアマ。これからだよ、これから。そういう隠し芸はもう時代遅れよ。プロの技を見せてあげようじゃない。忍耐はどうとかの話はどないなっとんねん。プロデューサーさん、ドリンクの準備ができました。飲んでくれ。全部君のおかげなんだから。まあ、私は美しいものを目でめでるだけで十分ですから。程があるよ、ネムネム。私のおばあ様が昭和時代に同じものを使っていたわ。今はもう21世紀よ。古き日本の芸なんてふさわしくないわ。アイドルならクールジャパンの最先端を走りなさい。黒船は危機だけでなく豪気も運んできた。私たちもひょっとしたら同じ状況にいるのかもしれませんね。今時のアイドルは積極的よ。プロデューサーさん、歌も生足も派手に見せちゃう。可愛らしいだけじゃない、大人の魅力を。だから誰が最初に思いついたかなんてどうだっていいじゃない。売れればそれでいいのでしょ。ほら、これ持って。21世紀アイドルの飲み方を見せてあげる。何のことかしら。これはね、ただのリンゴサイダーだよ、お兄ちゃん。
の社会の仕組みなんだ。ああ、無知な自分が悔しい。くそ、生きるか死ぬかの時じゃねえか。スキップして社長直狙いとは、さすがマリア。そんな、それはなったんもやってみよっかな。じゃあ私も。ちょっと。プロデューサーさん、また2杯できましたよ。溺れてもいいですからね。バカ言え、プロデューサーだろ。全部飲みなさい。社長命令ですわよ。プロデューサーさん、いつでも来てください。飲んで。酔っ払いやん。まあ、成功した男はみんなこんなことをするのかしら。美しい女性に囲まれお酒を楽しむ。興味ない。怖がらないで、子猫ちゃんたち。私は美の追求にしか興味ないわ。まあでも、プロデューサーさんにはちょっとだけあるかもね。げっ、やっぱそっち系だったんだ。そうじゃないかと思ってたが。何のことか、なっと全然わからへん。ああ、案外鈍いんだね、この人。社会の魔法薬。大人の会話に参加する勇気と、空気読み術にプラス補正。要するにカリスマポーション。気をつけてね、ミカちゃん。未経験の人には結構強いから。恐れることなどない。カリスマポーションくらい私のレベルではなんてことない。センターになれるから。
け処女は最悪だわ。処女卒業した途端、自分は酔ってる、なんて勘違いして暴れ出すし。まあ、プロデューサーさんも手一杯ですわ。プロデューサーさん、これからはミカだけを見てね。お兄ちゃん、これからアキちゃんだけを見てね。あ、ずるい。顔をだから手を離しなさい。おい、何やってんだ。今日ニュースマーシュ。もうこんなに強い絆ができたんだな、プロデューサー君。あら、私も輪に入った方がいいかしら。平気平気。いや、急げ急げ。ふざけんなよ。ガオー、困ったな。ちょっと、何これ。悔しい。今宵はまだまだ長い。出陣の準備が整ったぞ。あのな。
黙れ。結局誰も進展なしか。そうとも限らないよ。プロデューサーさんのネムネムを見るあのいやらしい目つき身の危険を感じない？違うわよ、今のはあんたの牛乳を見ただけよ。特別な意味とかないからね。アキちゃんはちっちゃくて残念ね。なんかもうこのふわふわを入れたくなっちゃう。げっ、そのふわふわ。ふっ、甘いな。あのバカデューサーは私のことを考えて夜も眠れないに決まってる。もう私にメロメロよ。ガオー、何を言ってもな、最終的にはこのナタンがピー君のしたいことに応えてあげるんやから。そうそうよ、この私こそが彼の真の理解者。バカどもだ。残念だがお前たちみたいな素人がセンターになるなんて100年早い。勝敗はな、戦う前から決まっている。孫子とかいうやつが言ってたはず。あら、マリア、珍しく物知りね。でしょ。だからこの私がリーダーだよ。ネムネムがセンターになる。ヤンデレのおっぱい化け物。私こそがプロデューサーさんの心の。まあジュリーさんはスーパービッチだからね。黙れクソロリ。センターは私の。うるさいわね、チュウミちゃん。あんたなんてどうでもいいよ。なんか前のことがフラッシュバックし始めた。団員同士の喧嘩がきっかけで全てがダメになってしまったんだよね。やめて。次に来るのは互いの靴に画鋲を入れたり、発狂したファンのふりして殺害の脅迫状とか送ったりするんでしょう。なのテレビで見せられるわけがない。うわー、マリアにとってアイドル業界は真っ黒だな。そりゃ当たり前だろ。アニメのあれとでも思ったのか。みんなには悪いけど、ピー君はもううちの裸を見たんやから。嘘つくな。ほんまやもん。
ち以外にピー君とそんなことまでしちゃった中の子ってここにおる？ちゃうちゃうちゃう！が！嘘つき！あんたみたいな田舎者がセンターになれるもんか！私のよ。艦隊の輪を舐めんなよ、クソロリ。あら、みんな喧嘩してるの？じゃあ、ネムネムも本気を出さないと。プロデューサーさんはネムネムだけのものなの。汚い手を引っ込めなさい。お前、狂ったかヤンデレ化け物。かい父持ってるからってセンターになれると思うなよ。ほら、これを見ろ。こっちだって持ってんだよ、クソビッチ。自分だけが特別とかバッカじゃねえの。お姉さんは残念ながらあなたの垂れた皮袋よ。こっちのピチピチマニューにはかなわないよ。なんだって？
悲しみを背負うものだから。寂しい時も、嫌なことがあった後でも、将来の不安を感じる時だって、テレビをつければ大好きなアイドルが励ましてくれるのです。全てを分かってくれているかのように。だからアイドルと自負した以上、こんなことをしてはいけません。誰が勝っても負けても、誰がセンターになっても関係ありません。これは誰か一人だけのことではありませんから。何があっても私はみんなが好きです。みんなは私の大好きな仲間。こんな風に喧嘩してほしくありません。うん